大変長らくお待たせいたしました。16時7分発スーパービー踊り子池袋行き、まもなくの発車でございます。ちょっと待って、お前とお別れする時が来るなんて1ミリも思ってなかったよ。本当にお別れなんだよな。お前はいつも俺の辛い時そばにいてくれた。もしお前が今までいなかったら今の俺はここにいない。これだけは言わせてくれ。今までありがとう、リコ。え？誰と話してんの？初めてリコと会ったのは3年前の夏。先輩が紹介してくれた。お前を初めて見たとき、あまりの美しさに一目惚れだった。え？なんか見えてんの？そしてリコは誰よりも海が似合う。海沿いで一緒に走ったのは今も忘れられない。え、怖っ。幽霊見えてんのかな？リコはいつも俺の知らない景色を見せてくれた。怖っ。幽霊と会話してる。リコに初めて触れた時、あまりの心地よさに寝ちゃった時、あれだけは後悔してる。ん？寝ちゃった？リコの綺麗な声をもう一度聞かせてくれないか。リコー、ありがとう。え？リコ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 ってもしかしてスーパービュー踊り子のこと？リコ、今までありがとう。え？じゃああの人ずっと電車と話してたの？じゃあ幽霊じゃなかったんだ。いや、これも怖いな。リコともう一度海を走りたかった。いや、確かに海沿い走るけど、お前は走ってないだろ。また俺の知らない景色を見せてくれ。景色は変わらないだろ。ずっとリコの声を聞いていたいんだ。耳悪くするぞ。汽笛はたまに聞くくらいいんだろ。ありがとう、リコ。サフィール踊り子入選します。